はい、どうも皆さん、みんな、どうも皆さん、こんにちは。はい、今日で生後何日かね。45ぐらいかな、うん、はい。まあ、約45日ですね。みんな騒いでるけど。まあ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 。ちょっと今、寝てますね、みんな。で、ご家族様が決まったのが、この、緑くん決まりました。お名前は、ピーちゃん。ピーちゃん決まりました。はい。でですね、次にお問い合わせが多いのが、紫くんと黄色くん。はい。お問い合わせ多いです。左側は赤色くんよね。赤色リボンくんの、紫くん。で、こっちが黄色くん。黄色くんと、紫リボンくんは、お問い合わせ多いです。で、赤色リボンくんはね、赤くんはね、ちょっとね、体が大きいんで、お問い合わせはあるけど、みんなね、敬遠しがちなよね。で、ちょっと大きくなりそうですって言ったら、ああ、そうですか、みたいな感じでね。そうそうそう、かわいい。ちょっとね、そう、ダンボみたいでね、耳が大きくて。ちょっとね、耳が立つのは、多分、生後90日とかになったらね、ピコーンって立つよね。うん。うん、先かもしれんね。うん。で、もう一人ね、問い合わせがね、すっごい来てるのが、この子。はい。ブリンドルの女の子。あのね、片目がちょっとないんですけど、この子はね、ほんと、問い合わせが、熱心ね、してくれてる人が、2人、3人ぐらいおるよね。うん。で、今日はね、何の動画かっていうとですね、ちょっとね、ライブ配信してたら、この子たち、緑くんはちょっと決まったって言ったんですけど、で、紫くんと黄色くんのね、お問い合わせが多くて、もう決まりそうですって言ったら、パタッとね、なぜかパタッとみんなで、みんなからの連絡が途絶えてですね、僕たちのファンの人たちがね、なんかもう安心したかのように、ああ、緑くんも、あと紫くんも黄色くんも、ご家族様決まったんだ、みたいな感じで、多分安心したのか、連絡がパタッと止まりました。まあ、連絡っていうのはお問い合わせですね。あ、おしっこしてる。おしっこしてる。えらい。ちゃんとできるよ。うん。何色くんかね。あ、赤くん失敗した。紫、あ、こけた紫、こけた。赤くんどこでした？今紫くん下ね、ちゃんと向こうまで行ってきたよ。偉いやん。うん、一個。そう、紫くんはね、めっちゃね、ね、おとなしいよね。ちょっとね、一人行動も多いんやけど、そう、さっきも。普通でもこの広さなかなか仕切らんよね。うん、そう。で、なぜかこのちゃんが今、ママさんがね、ここにいるんで、めっちゃ興奮してます。で、そう、ママさんはね、あんまりね、近くにいることがないんで、親犬たちはね、ママさんが座ったらね、すぐ膝の上に乗りたがるよね。うん、どうした？なんか、興奮しちゃう。一人でめっちゃ興奮したけど。ほら、褒めてって言うよ。うん。うん。ほら、ちゃんと子育てしてるよって。延長して子育てしてるよって言うよね、これね。うん、コムちゃん。延長して。だってもう、コムちゃん普通やったら終わりやろ。もう、はい、終わった。はい、終わった。見て、赤ちゃんたちがドン引きを。自分たちが抱っこされてないのに、なんか抱っこされてる母親犬たちを見て、引いてます。はい。ちょっとアップしてあげて。嘘だろうって。嘘だろうって顔してる。はい。で、僕たちも抱っこしてよって顔しちゃうよね。なんで親犬のコムちゃんが抱っこされてるんだって顔しちゃう。そんなもんでね。そう。まだ決まってないよね。黄色くんも、ちょっと耳がかぶる。黄色くんも、ちょっと、ほら、足にうんうんがついとうよ。うん、拭いてあげて。そう。あれなんですよ。まだ黄色くんも紫くんも問い合わせはめちゃくちゃあって、どっちかに決めたいですっていう連絡はあるんよね。うん、どっちかで。そう。そう。そうね。そっから、じゃあ、黄色くんにしますとか紫くんにしますっていう返事はないよね。そう。だから、で、多分もう本当に可愛すぎてって言ったら、うん、そう。そう。なもんで、まだどちらもね、決まってないんで、まあね、気になる方々はね、ぜひお問い合わせを。多分ね、成長をね、一日一日成長していくんで、様子をね、見てる人もおるよね。ね。コムちゃんどうした？うん。コムちゃんはね、コムちゃんの子じゃない。コムちゃんの子ではないんよね。うん。コムちゃんが育ててる。そう、育てて。いや、この子たちは育ててない。この子たちはちゃんと頑張って仕事を。そう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 。そうね。途中でも。そう、ピーちゃんは、
超人気。まあすぐ決まっちゃいました。なんかね、一応。そう、緑くんまだ いないんですかっていうのは。そうね。いまだにね、緑くんはね、問い合わせがあるというね。で、次にね、紫くんと黄色くんがね、同じぐらい問い合わせがあるけど、もうそろそろ決まりそうですって言ったらね、ほんとね、パタッと止まっちゃってね、お問い合わせが。そう、一日ね、なんか3件、4件、なんか問い合わせがあったのもね、昨日は0件でね、あれみたいな。あ、今日か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 なくて。いや、もう決まっちゃったんだ。あ、そう、もう決まっちゃったって思う人も多くて、そう、そしたらやっぱね、やっぱそこはね、もう問い合わせないんで、うん、あれなんですけど。そう。ね。あれ？なんかめっちゃ、ああ、どうしたどうした。めっちゃ噛まれてる噛まれてる。ねえ、本当にもう。いや、みんな、皆さんね、あのね、そうそう、あの、決まったーっつって。言い方が悪いんだね。そう、決まってはないんで、まだ。そう。で、そのね、迷われてるね、方々もね、今回はスルーする可能性もあるしね、ちょっと今回は、もうどっちも決めきれないし、まだね、また次、次回でっていう人もおるけね。だけど、そこにね、割って入ってね、もうこの子に決めますって言ってね。まあ、割って入ってじゃないけど、いや、もう絶対この子ですっていう人が後から現れるかもしれんけど、そこでもうこの子に決めますって言ったら、もうそこでね。まあ、決まっちゃうんで、そう、迷われてる方々も、何人かいますけど、もう、ね、決めかねてるんで、そこにね、まあ、言うて割って入れる可能性はあるよね。まあ、一応ね、先に声かけられておけ、一応言うけどね、そう。ね、やっぱ、もう、即決したいっていう人もおるかもしれないしね。そう。まあできれば、もう赤くんはもうね、即決できます、今。ね。まあ、黄色くんと紫くんは、まあまだ。まだか。まだまだよね。まあでも問い合わせはめちゃくちゃ多くて。あとちょっと遠方からで見学と一緒にお迎えをしたいですっていう方もね。そうね。見学してね。そのままお迎えして。今は見学しかできないんで、見学して連れて帰ることができないんでね。そう。近ければいいんですけど、なんか遠方の人がね、うちなんか多くてね。そう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 。そうそう。だからね、まだね、迷われてる、ね、人たちも多いっていうね。で、こうやっていますけど、やっぱね、紫くんはね、一人でね、遊ぶんですよ。なぜかね。なんでやろう。みんなと遊んだら、こう、噛まれて痛い気かね。で、紫くんは一人。そう。ちょっとね、なんかね、顔つきが悪く見れるけど、もうね、いいよね。そう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 。どうしたどうしたん、赤くん。めっちゃ噛まれ。これ多分めっちゃ噛まれるけど、痛いよね。そう、ガジガジになっと。でもね、これはもう社会性を身につけるために大事なことだよね。痛い。そう、なんか人の指やったら思いっきり噛むよね。思いっきりじゃないかな、あれ。いや、でも穴が開きそうなぐらい痛いよね。力加減はしてない。そう、そうなんですよ。ねえ。いやー、なもんでね、まあ、この子たちのね、お問い合わせ。まあ、全然ね、もう緑くん決まっちゃったんですかとかでもいいよね。まあ、決まったけど。決まったんだけど、まあまあ、そういうお問い合わせとかね、なんか気になることがあるなら全然、すごい、気軽にね、連絡もらえたらなって思うんですけど、すごいね、なんか赤くん、とんでもないことになっとうけど。あ、なんか、どこかめ。いや、赤くん、ねえ、かわいいよね。わあわあ、すごい顔しよう。すごい顔しよう。起き上がればいいの？いや、起き上がればいい。わあ、すごい。あの歯ですよ、あの牙。あわあわあ。そう。で、これをしつけるのが、今これを見てる、飼い主さんです。はい。これを見てる飼い主さんが、わあ、つって、そんな顔しちゃダメよって、噛んじゃダメよってしつけるのが、新しい飼い主さんですね。僕たちは、まあ、こうやって見届けてね、ね、社会、犬社会の、ね、社会性をね、身につけてもらってね。やっぱ犬は犬同士が一番よく聞くみたい。そうそうそう。そうそうそう。で、これちょっとね、おろそかにしちゃうとね、やっぱりドッグランとか行った時にね、なんか犬と交われない子とかね、いきなりちょっとね、引き離すとね、犬社会に馴染めない子だったりすることもね、あったりするんでね。僕たちはね、できる限り、一緒に、兄弟仲良くね、させてます。そう。ちょっとね、そう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 。じゃあ、一人っ子の時とかはどうするんだって言うんですけど、一人っ子は結構、やばいよね。あ、そうそう。あ、まあ、親とかがね。で、この子はね、この子。まあ、この子はね、ちょっとハンデあって生まれてきたんで、あれですけど、まあ、この子たちと一緒にね、揉まれてね、揉まれて、結構ね、おてんばな感じで。この子めっちゃ、
お問い合わせ多いです。またねこの子はちょっとまた先の話なんでね、ちょっと今はって、おおどうしたどうした焦げちゃったそう今はねって感じで、であと生まれたばっかの赤ちゃん、生まれたばっかの赤ちゃんクリームの、そう女の子、おお、そう生後2日目、これ生後2日目です、この子。330、相当大きくなったね。目開きそう。いやさ、あかんかんかん。いや、目開かないって。開かない。開かないけど、まあ、ちょっとね、なんか、今寝てるだけって感じで、本当は来そうやね。なんかね、なんか来そう。なんかもう生まれた瞬間から来んやないって。ほんとね。そう。この子はね、クリームの女の子。あっち側のね、今、大きい子たちは全員男の子なんですけど、この子。この子はね、女の子。まあ、8の。お母さんですね、うん、まあ、ずっと追っかけてくれてる人は8分かると思うんですけど、初めての人は分からんけど、母親犬はここにはいません。この子じゃないです、母親犬は、うん、なんで母親犬がいないかっていうと、ちょっとねグロッキーなよね。いやグロッキーじゃない、ね、あ治ったもん。全然ない。あ治った。全然ないけど、おっぱいがやっぱり出ないんで、うん、もうダメダメとかじゃないけど、母乳が出ない、うん、ちょっとチャレンジしてみりゃいいよ。してる。あ、してるの？してる。あ、昼間？うん、全然ダメ。母乳出ない。やっぱ一頭でするっけさ、やっぱ刺激が少ないかなと思ってさ、この子たちにしてもらったんやけど、うん、嫌がる。嫌がるね。そう、なもんでね。そう、まあ、嫌がらけ。生みの親とね、育ての親がちょっと違うんですけど、コムちゃん。コムちゃん、この茶色の子、コムちゃんなんですけど、この子は産んだ母親ではないです。育ての親よね、完全に。うん、ちょっとね、延長やね、子育てね。うん、で、まあ、この一匹やっけ。そう。で、このクリームの子は、まあ、まだ募集とかは、うん、まだ、まあ、かけれて、第一が、まだ募集できてないんですけど、まあ、気になる方々は、ぜひね、チャンネル登録、高評価してね、この子の成長を追いかけて、で、顔がくっきりするのが20日とかね、生後20日とか30日ぐらいで、それから、この子の、ご家族様募集をかけるんで、ねえ、まあ、ぜひね気になる方はねずっと追っかけてきて、まあ、なんつうの、ご家族様になりたい、ちがお迎えしたいっていうねいう連絡をねもらえたら嬉しいなと思ってます。はい、そうでもねちょっとねずっと待ってくれてる人とかもね、ねおるんちゃおるんよね、おるんやけど、まあやっぱりねえそのクリームの女の子っていうので待ってた人もいるけど、やっぱね待っててもね自分が思ってた感じの子じゃないって思ったら、やっぱりそこは一旦スルーするかもしれないしね、まだ分からんのよね、もう、そうまだね何かあるか分からない、そうそうそう、でもそう何かあるか分からないんで、もうこのね今生後2日のこの子オレンジ、おおちょ怖い怖い、あお尻がなんか汚れとる、うん、あそう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 ね、世話してお世話してね育児してね、そうでこの子がね絶対もうこの子をお迎えしたいですとは限らんけどね、目が開いてる なんかちょっと違うなとかね、なんか自分が自分がね想像していたね、想像していたというか理想とする赤ちゃんじゃないかもしれないからね、またその子は別に、そうそう、うん、そうこの子はねまだ先のお話なんで、気になる方はぜひねずっとね、登録してね追っかけてきてもらえたら嬉しいなと、まあ、あとブリンドルの女の子も気になってる人がたくさんいるんでね、熱心にね絶対この子がいいですっていう人もね数名おるよね、もうぜひねこのブリンドルの赤ちゃん、まあ、片目がないんですけどね、片目はない、あ片目はないけどもうこの子が絶対いいです、いつね、募集かけるんですかとか抽選ですかとかね、まあそれがね数名、そう何人かねいるんですよ、はい、この子の話もとりあえず、うん、ねまた今度で、うん、で今はねこのクリームの男の子4匹全員男の子なんですけどね、うん、そう募集してます、赤色リボンくん、この紫くん、黄色くんで、この子はちょっとピーちゃん決まっちゃいました、ピーちゃんです、はいね、そう赤くんこの子ね、左のこの子赤色リボンくん、この子一番でかいですけど、で次にはい、紫色くんで、この子が黄色リボンくん、この子はちょっと悪いかな、うん、ふん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 泣いてる、まあねちょっと男の子やね、ちょっとぐらいやんちゃの方がね、環境が変わった、そうそう、朝やっぱ一人っ子になったらね、甘やかさんかったりしね、あ紫、そう決
まりそうなんやけどどっちか迷ってるっていう人が多いです。そうだけそういうのいらんって、うん、決まりそうとかもいらんって。あ、決まりそういらない。決まってないんで、ぜひお問い合わせ。決まってないから今動画で紹介してるんでしょ、うんうん、あ、そうか、うん、まあ、それちょ紛らわしいのいらない。紛らわしいのいらない。じゃあ大募集にしとこうか。2匹のめっちゃ怒りよ、うん、紫くんと黄色くんと赤色くん、はい、飼い主さん大募集してます。お前を笑われてる人はちょっと一旦忘れて、そう忘れいやいやいや、みんながね、うん、そう、もうこの子たち、もうこの子たちがいいですよっていう方々はぜひね、ママさんの LINE に、そのママさんの LINE は、YouTube の概要欄にリンクを貼ってるんで、そこからお問い合わせください。でそれか、まあ、インスタの分かりづらい人はね、あのインスタグラムブヒロクで検索したらすぐ出てくるんで、ブヒロク、ですね、そこからあの DM でお問い合わせください。はい、あのコメントでね、たまにね、いろいろとおいくらですかとか、あのどうやってお迎えしたらいいですかって言われる人もいるんですけど、まあ、コメントを残してくれるのは非常にありがたいんですけど、ちょっとあのね、コメントは全員不特定多数の人たちが見ちゃうんで、そこでね、詳しい内容はちょっとなかなかお答えできないんで、ぜひね、あの DM、はい、インスタグラムの DM か、ママさん YouTube に、この概要欄にですね、ママさんの LINE を貼ってるんで、 LINE からお問い合わせください。まあ、どんなね細かいことでもいいんで、はい、今遊んでるこの子たちですね、うん、緑くんはちょっと決まっちゃったんであれですけど、はい、黄色くんと紫くん、黄色くんもちょっとまだ耳垂れと、いや垂れたんよ2日前、大きくなったんかな、そう、多分耳がね、体が大きくなるとまたね垂れたり、うん、そう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 、繰り返しながらの今の時期限定で、うん、なるよね、うん、あー、ブリンドルちゃんいじめちゃダメよ。いじめてないよ、別に。ほんと？遊ぼうとしよう。遊ぼうとしよう。ねえ。はい、ということで、これね、ノーカットでいきます。ノーカットでいいよね。そう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 。うん。じゃあ来年はどんな子が生まれるのかとかね、僕たちはずっと発信してるんでね。うん。そう。まだね、こう、この子たち見てビビッと来る人がいない、絶対この子っていうのがないよね。この緑くんだけかな、うん、ビッともうパパッと決めてじゃないけど、もう絶対この子にしますっていうのが決まったのはこの子だけどね、うん、だってみんなクリームな男の子やもんね。そうそうそうでみんな可愛かったら、うん、どうしようって、どんな性格ですかって言われてもね、なかなか難しいけどね、あとはもう見た目とか顔つきとか、そうね、骨格と決めてもらうしかないよね。この子、この赤くんは多分ね、ケージ用意してあげても多分トイレで寝るタイプよね。毛布と冬になってね、そう、冬になって寒いから毛布とトイレ用意してあげたら毛布に寝らんでトイレに寝るタイプよね。赤くんはね、トイレが好きなんです。わかるね。ベッドがトイレになる。そう、ベッドがトイレ。ベッドでトイレして朝起きたらトイレで寝てる。あれ、なんでトイレで寝てるんだろうみたいな、ね、寒くなったら逆になる。あ、そうなの、ね、ベッドを分かってる。いやだけど多いよね、トイレで寝てる、なんでトイレで寝てるんだろうって、もうパッと見てベッド見たらね、ベッドでトイレしてびちょびちょ濡れとってね、うん、でトイレ取れきれいなのね、よくあるよね。そう、あ、そういうことでねピーちゃんでお別れしようかな。ね、ピーちゃん、ピーちゃんね、もう、ね、ご主人様待ちやけね。うん。待っちょって。めちゃめちゃ待っとるね、これ。ということで、ぜひ、お問い合わせ、待ってます。はい。いや、こんな感じで。で、まあ、この子の成長、この生後2日のオレンジリボンちゃん、女の子です。この子の気になるようであれば、トイレ、ぜひ、追っかけてきてください。ああ、ちょっと。こんぐらいのなんか硬い便やったらいいよね。あ、最近こんぐらいよ。あ、うん、いや、やっぱりニュースとかね、水気が固めにできだしたんやけど、あのブリンドルちゃんがやっぱりちょっと硬いけど食べにくそう。あ、そうか。どうした？そう、耳が立たんとね、なんとも言えんよね。だけ紫くんはちょっと耳が立ったけど、なんとなく顔立ちがわかるよね。変わるけね。黄色くんまた垂れたけ。黄色くん立ちますよねって言われて悩んでた飼い主さんというか、ご家族さんもおったし、でもうちでお迎えした人たち、こう耳が垂れた状態でお迎えした人たちいっぱいおるけどさ、いや耳が立たん方が良かったとかいう人もおるしね、が結構多い。耳が立たん
の時が良かったのにって言ってね、うん、子供さんがおるところはテープで見を止めようかって言うと垂れた方が良かったのにって、うん、耳が立ったけど、ね、こうね垂れさせるようにしてね、したりしてっていう話をよく聞くけどね、今限定よね。そう今限定、もうでもね、うん、ピーちゃんも立っちゃったし、ね、ピーちゃんはね顔がちっちゃいけどね、うん、黄色くん、どっちも引っ張れた。黄色くんは、まあ、次に立つやろうけど、赤色くんは、赤くんはね、生後90日とかね、3ヶ月ぐらいまで立たかもしれんね。ちょっと耳が大きいんで、体も大きいし、っていうような状況です。ということで、またまた。ひどい。配信するんで、よろしくお願いします。気になる方はぜひご連絡待ってます。では、はい、バイバイ。お願いします。ありがとうございました。